ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。セパ交流戦、千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガースの3回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはマリーンズの先発岩下が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場っていうのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね、はい、球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。打った、レフトに大きな打球、この打球は落ちそうだ。レフトが追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。さあ、そして打席には松永入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。うん、なるほど、そうですよね。痛烈、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。ノーボールワンストライクです。このストレートは外れています。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、ファーストを取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスにはバース入っています。嫌なバッターに回してしまいましたね。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。次が3球目。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。いやー、これは失投でしたね。そうですね、ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは注目のルーキー石峰。マリーンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、さあ何を打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。3球目は何で来るか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。さあ、そして打席にはアリアス入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。初球から際どいコースをついてきます。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回、タイガースツーランホームランで先手を取りました。2対0、タイガース先制です。さあ、バッターは新庄。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。
レアード、これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターボックスには梅野。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね、うん、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。見事に盗塁を阻止しました。まあここは当然警戒してましたからね。いやピッチャーはほっとしたでしょうね。はい、ランナーはいなくなりました。いやよ、インサイド落ちました、ファウルになります。ボールカウントは2ストライクです。三振です。バッターは和田、ツーアウトランナーありません。打ちました、ショート取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。2対11点リードはタイガースです。小宮山さん、リードを許している展開なんですが、この後ピッチャーとしてはどんなピッチングが必要ですか？いやこれやっぱね、味方打線が援護してくれるはずですから、とにかく我慢ですね、我慢のピッチングですね。そうですよね、我慢の二文字頭によぎる、そんな投球できるんでしょうか。引っ張った、レアード、アウト、ワンアウトです。バッターボックス松永、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。真ん中打ちました、ヒットになった、これで10試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあスローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。なるほど、打ちました、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、3対1マリーンズ、これで2点ビハインドとなりました。ここは甘いコースを狙われました、得点を許しています。そうですね、投げた本人もしまったと思ったでしょうね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには石峰入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですね。外、これは際どいが外れている、これが3球目、打ちました、痛烈、入れました、ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。空振り、ここはランナーを変えさせません、踏ん張っています。ツーアウトランナー2塁です。さあそして打席にはオマリー入ります。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。初球打ち、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン、2ランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。5対1、十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。6番バッターアリアス、高めのボール、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打、ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか、初球打ち、藤岡が掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。5対1、タイガースのリード広がっています。回は4回の表、タイガースの攻撃、8番バッター梅野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。うん、そうですね、マリーンズビハインドで迎える4回です。落ちる球できました、三振を取りました、ワンアウトです。バッターは9番和田、
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。岩下、まずは先頭バッターを三振に仕留め、打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには真由美入っています。さあ、追加点は許したくないところ。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから。打った、左中間に強い打球、さあどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対1になりました。マリーンズ、もうこれ以上点はやれません。打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対1マリーンズ、なおもピンチです。バッターボックスには指名打者のバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、2球目打ちました、ヒットになった、ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞、ランナー3塁1塁となりました。初球打ち、これはどうだ、ボールを拾って一塁送球、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、8対1マリーンズ、もうこれ以上点。ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のブランドン、打席には5番バッターオマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。インサイド、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。センターつかんで、セカンドランナースタートを切る。バッターボックスは6番アリアス、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナー1塁3塁です。インサイド打ち上げました、センターへ打球伸びる、荻野が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。8対15回の表。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。初球打ち、ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。梅野、これが今日の初ヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、わずかに左に切れました、ファールボール。打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対2マリーンズ、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね、この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね、引っ張った、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。打順は2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、ツーアウトになっています。打ちました、痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、これで3安打猛打賞、
ツーアウトランナー三塁一塁。ファウルになります。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ショートが構えます。藤岡が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。9対2、タイガースのリード広がっています。ZOZO マリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス石峰、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。マリーンズ厳しい展開で6回を迎えています。打順は5番オマリー、今日はホームランを放っています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球ボール、はい、打ちました。左中間に大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対2、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス新庄、打ちました。セカンド取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックス梅野、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。清田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。10対2、タイガースのリード広がっています。打席には9番バッター和田、まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め、引っ張った、これはどうだ、ライン際、フェア、フェアです。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、フェアかファールか、わずかに左に切れました、ファールボール。ランナー飛び出している、ランナー挟まれた、2塁を送ります。タッチはアウト、打った、レフトバックする、バックする、この打球は落ちそうだ、レフト深いところ破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、11対4、マリーンズもうこれ以上点はやれません。緩い変化球、まずは見送ります。打ちました、ミキ、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは4番石峰、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。2球目打ちました、大きな打球になった、レフト下がっていく、下が入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックスには5番オマリー、さっきツーベースを放っていますからね、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。
三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対4。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。ファウルです。ストライクになります。ワンボールツーストライク。次が4球目。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは東条。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。15対4。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には1番バッター梅野。バッターボックスには代打の近本。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが1球目。初球大きく外れています。これが2球目。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、ファウルになります。打った、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順は9番和田、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回は走ってきた、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、マリーンズの攻撃に入ります。ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは9番和田、先ほどの打席でヒットを放っています。マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。際どいコースには投げ込んでいます。ボール先行です。真ん中に決めてきました。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ち上げました。これは浅いフライ、この打球はフライになっています。高く上がりました。6球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って真由美。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。東条、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこの真由美、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああそうですか。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで8試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。打ちました、藤岡、一塁送球アウト、ここは送球が間に合っています。打順は3番バース。まあマリーンズとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にな、打ちました、セカンド正面のゴロ、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。
タイガースサードランナー残塁に終わりました。タイガース大量リードしています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。大きく外れてボールです。ボール先行です。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。5番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打ちました。センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは6番アリアス。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。さあ2球目は何か。センターへ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番新庄、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ファウルになります。またファウル。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど、そうですか。まあここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。はい、ファウルになります。7球目は何で来るか。インローボー、フルカウントです。最後はボール、フォアボール。得点圏にランナーを進めています。このランナーがピッチングにどう影響していく。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは酒井。バッターは守備交代から起用されている木戸。フォアボールのランナーが出て二塁一塁となっています。これが初球。ストレート打った。ボテボテの当たり、セカンドが抑えた。一塁送球、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。バッターボックスには9番和田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。タイガースランナーを進む。バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。さあ初球は何か。ストレート打った。破っていく、センター前。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点。マリーンズなおも三塁一塁。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。糸原がファーストランナーに入ります。打順は1番に帰ります。バッター真由美。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは慎重に行った方がいいでしょうね。ふわふわっと上がった。取ってアウト。2アウトランナー3塁1塁となりました。バッターは2番松永。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。また初球、ファーストの右、ファウルです。インコース、これは外れます。さあ3球目は何か。見送ります。4球目は何で来るか。ストライク。2ストライクと追い込んでいます。5球目は何で来るか。外の球打った。お手元の内野ゴロ、セカンド取った。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。試合
残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セパ交流戦、阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことか。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。バッターは真由美、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガース1点を先制しました。1対0。ここ一番の集中力が光ります。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。見事ですよね。先頭打者ホームランが飛び出しました。バッターは注目のルーキー亀山。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。
ここからはきっちりと抑えたい。初球ストライク、内へ低めの変化球、ノーボールツーストライクです。打った、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはアリアス入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、バッターボックスのアリアス、バッターとしてはどういう特徴がありますか？ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。次が2球目、内へ、これは決まった、ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。打席には4番バッター石峰、タイガースこの回1点を入れています。さあ先制に成功、打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース3対0、らしいホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。バッターは八木、タイガースさらに得点を上げ引き離しています。まず何を投げてくるか、引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト、バッターは注目のルーキー松永、ツーアウトランナーありません。このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁、さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには木戸入っています。まずは変化球、2球目は何で来るか、狙いは良かったと思いますね。振ってきません、外れています。高め大きく外れました、ファウルになります。外へ持っていきましたが入りません。これでフルカウント、ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。バッターよく我慢しました、しっかりと見極めています。緊張したでしょうか、初球は大きく外れました。バッター見送りましたが内いっぱいのストライクです。打った、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0、タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました、点差を広げます。いい形でチャンスが広がりましたね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。さあ打席には先発の前川入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球変化球にタイミングが合いませんでした。これが2球目、カットボール見送ってボールです。ファウルになります。ファウルです。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど。さあチャンスの場面振っていきましたが三振、3アウト、チェンジ、
しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。先ほどは期待に応える、ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。落ちる球を持ってきました。打ちました。ここはフライになっています。田中が抑えています。ワンアウト。打席には2番バッター亀山。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。初球打ち、さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。打ちました。レフトに強い打球、レフトをバックするバックする、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。5対1タイガース、なおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。さあそしてバッターボックスには石峰入っています。さあチャンスが続きます。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。インコース低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース打ちました。ライン際ですがここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。バッターボックスは5番八木。タイガースこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。ストライク、すぐに追い込みました。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース1点を追加しています。打席には6番バッター松永。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしては打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホーソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対1になりました。見事な一発が飛び出しました。その差を5点と突き放しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。打席には7番バッター木戸。前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガースホームランで得点を挙げています。初球大きく外れています。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。打順は8番和田。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。次が3球目。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。アウト。ワンアウト。これは進塁打になりました。さあバッターボックスには先発の前川入っています。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいです。初球打ち、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。7対1タイガース、リードを6点に広げています。打順はトップに帰って真由美。打ちました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。2番バッター亀山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました。いい当たりだ。右中間に強い打球。
入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打席には3番バッターアリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、11対1。いやー、これは失投でしたね。そうですね、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。苦しいピッチングになってきましたよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。際どいコースに送ってストライク。次が2球目、打ちました。これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックス八木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。真ん中打ちました。これはショートの左抜けました。ホームに送球、これで6連打。ワンアウトランナー3塁1塁、打順は6番松永。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン、三塁へ、ファーストランナーもホームイン、バッターランナーは三塁まで進みました。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット、13対1。タイガース大量リードとなっています。真ん中打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、14対1。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは8番和田。まず際どいコースをついてきました。振ってきませんか。はい、高めストレート外れてボール、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、センターバック入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。次はピッチャーの打順ですが、先発の前川バッターボックスに入ります。さっきは野手顔負けの勝負強さでしたね。ここも狙ってほしいですよね。そうですね。田中掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコースに持っていきました。三遊間、近藤取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。2番バッター亀山、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番アリアス、先ほどの打席でソロ、ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、
滑り込んでアウト、盗塁失敗。打ち上げた、ここは打ち上げています、構えます。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。打順は4番石峰、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。これから5回の裏タイガースの攻撃、バッターは5番ヤギ、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番松永、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。ノーボール2ストライク、外れていきます。変化球空振り、ワンアウトです。打順は7番木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね、ワンアウトランナー1塁、打ちました、この当たりはどうか、真ん中を破りました、ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。8番バッター和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね、はい、ファウルになります。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タッチはアウト、これでツーアウト、タイガース1点追加します。ピッチャーに打順が回って先発の前川バッターボックスです。いや、今日は1本打たれてますから、もう打たれるわけにはいきませんよ。そうですね、初球空振りです、打ちました、浅いフライ、ヒットになりました、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧、初球は何から入ってくるか、ファウルです。2球目は何で来るか、高めのボール、これはどうだ、田中二塁へ、3アウトになりました。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター真由美、初回先頭打者ホームラン、タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます、ワンアウトで2塁にランナーを置いて4番バッター石峰、その初球でした、タイガース2点を追加します。続く攻撃、ツーアウト1塁2塁のチャンス、8番和田、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース1点を追加します。2回の裏、得点圏にランナーを置いて3番アリアス、初球を叩いてタイムリー、タイガース1点を追加します。3回の裏、この回の先頭バッター松永、初球から狙っていました、タイガース1点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。玉井が3番手としてコールされています。バッターボックスは2番亀山、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。い
いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めず、これは切りました、ファールボールです。いや今のボール危なかったですよ。そうですね、高めはボール。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。3番バッターアリアス、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。ファウルになります。これが2球目、2球目打ちました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。渡辺抑えてワンアウト。バッターボックスは4番石峰、今日はホームランを放っています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意して。打ちました、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打席には5番バッター八木、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナー三塁です。さあ2球目は何か、2球目打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。低めでしたが強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りましたタイガース、さすがクリーンナップという一発でした。6番バッター松永、タイガースホームランで得点を挙げています。打ち上げました、ここはフライになっています。変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。7回の裏タイガースの木戸バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、タイガース攻撃が噛み合い大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度打ちました、伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト、ファウルになります。打ちました、2球目打っていきましたが最後はセカンドライナーに倒れています。これで3アウト。8回の裏タイガースの攻撃です。バッターは真由美、今日はホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の打ちました、いい当たりだ、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックス亀山、今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いやすごいですよね、まあたまにはこういう日もあるでしょうね。実力を遺憾なく発揮しています。タイガースホームランで得点を挙げています。バッターボックスは3番アリアス、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナー、バッターボックスには代打のオマリー。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。代打起用に応え1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスには4番石峰、タイガースホームランで得点を挙げています。
レフト下がっていく、下がっていく、入ります。